世界の最高気温記録は3つの異なる主要な方法で計測されてきた。すなわち空気、地表面、あるいは人工衛星経由である。空気の温度の観測が通常の計測として取り扱われ、世界気象機関やギネス世界記録に認定されることで公式な記録となる。どのようにしてその記録が取られたかは、 環境的状況のような様々な要素をどう見なすかにかかってきた。2012年に反昇されるまで90年もの間、リビアで計測された気温が世界の最高気温記録の地位にあった。この発見はデスバレーにて計測された現在の世界の最高気温記録の正当性に疑問が上がるきっかけともなった。 世界気象機関は世界の最高気温記録の正確性について全ての入手可能な証拠があるかどうかを重視して調査を始めると述べている。これらよりも高い空気の温度の記録がいくつか報告されているが、それらのどれも正式には認定されていない。その他の2つの異なる観測法、つまり地表面観測と人工衛星観測でも 世界の最高気温記録より高い気温を観測したことがあるが、それらは空気の観測より信頼性が低く、公式な認定もされていない。主張されている世界の観測史上最高気温が観測されたファーニスクリーク気温の標準的な観測の方法は、空気中で地面から1.5メートルの高さで直射日光が当たらない場所で計測するというものである。 世界気象機関によれば、公認された地球上での観測史上最高気温は1913年7月10日にアメリカ合衆国カリフォルニア州の砂漠地帯にあるデスバレーのファーニスクリークで記録された摂氏56.7度であるが、この記録の信頼性には記録された当時から問題があると指摘されてきた。それらの問題の一つは早くも1949年に、 博士のアルノルドコートによって指摘された。コートは、ファーアンニスクリークでの摂取56.7度の記録には、当時発生していた砂嵐が影響していたかもしれないとの結論に達した。コートは、このような嵐が強熱された地面の土砂を巻き上げ、観測機器の表面に衝突したことで、観測機器の中の温度が上がり、この記録が生み出されたのかもしれないと述べた。クリストファー・シーバートや、 ウィリアム・タイラー・レードラのような気象史学者もまた、1913年のファーニス・クリークでの記録は、神話であり、実際の気温はこれより少なくとも2.2から接し2.8度、低かったと主張している。もしも、1913年の記録が取り消された場合、世界の観測史上最高気温の記録は、2013年6月20日に、 デスバレーで2016年7月21日にクウェートのミトリーバ気象観測所でそれぞれ記録された摂氏54.0度になるであろう。現在の記録をどのように見なすかというこれらの問題は90年間維持されてきた以前の記録とも関わってくる。1922年から2012年まで世界気象機関が認める世界の 観測史上最高気温の公式記録は1922年9月13日にリビアのアジージーヤで記録した摂氏57.8度であった。しかし2010年から2012年まで専門家により行われた調査の結果、この気温を記録してからちょうど90年となる2012年9月13日に世界気象機関は1922年の記録は 未熟な観測者が誤って温度計を読んだ時の誤差によるものだという説得力のある根拠を示し、1922年の記録の公認を取り消した。世界気象機関は現在の記録を支持し始めた上で、私たちはデスバレーの気温の極地を認める。もし何か新しい材料が見つかれば、私たちは必ず調査を開始する。しかし、現在のところは、 すべての入手可能な証拠がこの記録の信頼性を裏付けている。と述べた。日本では欧米の文献には見られない1921年7月8日、イラクのバスラにおける摂氏58.8度という記録が戦後数十年にわたって気象年間にも掲載されるなど世界の最高気温記録として知られていた。しかし2013年1月の研究では 日本国外での7月15日と7月17日に歌詞129度が観測されたという報告が1934年の日本の文献に誤って摂氏58.8度と引用され、1950年代以降にこれが広まった可能性が高いことが明らかになった。ところで地面の上で直接計測した温度は、 気温を摂氏30度から摂氏50度を上回ることがある。地球上での地表の温度の理論的な上限は摂氏90度から摂氏100度の間にあると推測されている。上限は暗い色をし、乾いた熱伝導率の低い土の上で達成されると考えられている。世界の観測史上最高の地表面温度の公認記録というものは存在しないが、 1972年5月15日にファーニスクリークで観測された摂氏93.9度が世界での観測史上最高の地表面温度だと言われている。気象要因以外では非人工要因での地表最高温度として溶岩の温度は約1000度となるが一般に地表温度記録とはみなされない。人工衛星を経由した気温の観測でもまた 地上での観測より高い気温が観測される傾向があるが人工衛星の空気との摩擦による高度の低下などが関与する複雑な事情のためこれらの測定は地上にある温度計での測定より信頼性が低いとされることがしばしばある2003年から2009年までにアクアに装備されている赤外線分光放射系のモーディスによって行われた地上の気温の観測では 2005年にイランのルート砂漠で記録された摂氏70.7度が最高気温であった。ルート砂漠はモーディスによる7年間のうち5年間、すなわち2004年、2005年、2006年、2007年、そして2009年にも各年の世界最高気温を記録している。なお、2003年の世界最高気温はオーストラリアのクイーンズランド州で記録された。 摂氏69.3度で2008年の世界最高気温は中華人民共和国の火炎山で記録された摂氏66.8度であった。なお、同期間でのデスバレーの最高気温は2005年に記録した摂氏62.7度とルート砂漠の記録より摂氏8度低かった。これらの観測では広い地域の気温の平均を取ったものが記録となっているので、 局地的な最高気温と比べると低い気温が記録となっている。一家に示すのは現在の世界の観測史上最高気温として公認されている摂氏56.7度を上回る気温を観測したとする非公認の主張である。これらの中には当時利用できる装置がなかったために決して公認されることがなかった歴史的な主張と公認されていない科学的な主張とが含まれる。 ソーシャルメディアを通じてアマチュアの観測者による記録も史上最高気温を観測したとの主張とともに発信されるようになったがそれらの記録は後から疑わしいとみなされるようになっている一例として街灯が溶けていたり木が自然発火したりしていたと主張する映像が投稿されたこともあるこれらは後から高温によるものではなく撮影前に行われていた 別の無関係なイベントによるものだという証拠に基づき、気象学者によって反証された。なお、かつての世界記録の摂氏57.8度は反証されているので、以下の表には掲載されていない。ありがとうございます。